こんにちは、スキマ事業チャンネルです。今日は日本一利用者の多い地下鉄東京メトロのクイズを8問用意しました。普段東京メトロを利用している方であれば解けそうな問題から、鉄道マニアでも少し難しい問題まで幅広い難易度となっています。ぜひ我こそは東京メトロマスターだという方はチャレンジしてみてください。回答時間はそれぞれ5秒です。じっくり考えたい場合は途中で動画を停止させてください。それでは東京メトロクイズスタートです。1問目、ラインカラーが緑、グリーンの路線は何線？ A. 半蔵門線、 B. 南北線、 C. 千代田線。5、4、3、2、1。答えは C. の千代田線でした。東京メトロには9路線あり、それぞれの路線にラインカラーが存在します。南北線も緑色のように見えますが、実はエメラルドグリーンなので緑ではありません。ちなみに正式なラインカラーの呼び方としては緑ではなくグリーンと呼ばれています。2問目、半蔵門線のマークの中に入るローマ字は A. H. B. N. C. Z. 5、4、3、2、1。答えは C の Z でした。アイコンのマークは通常路線名の頭文字が使われるのですが、 H はすでに日比谷線で使われており、 N は今後計画されていた南北線のために残しておきたかったということで Z が採用されました。3問目、停車駅に東京駅があるのは何線？ A. 半蔵門線、 B. 東西線、 C. 丸の内線。5、4、3、2、1。答えは C の丸の内線でした。東京メトロで唯一東京駅という停車駅があるのは丸の内線だけです。ただし東京駅から徒歩圏内の大手町駅には千代田線、東西線、半蔵門線が乗り入れているので、東京駅からこれらの路線に乗り換えも可能です。余談ですが、大手町駅には丸の内線も乗り入れているので、大手町まで丸の内線で移動して各路線に乗り換えるということも可能です。また千代田線に乗り換える場合は、丸の内にある二重橋前駅に徒歩で移動した方が早く乗り換えできます。4問目、東京メトロの保有する車両数は何両？ A. 約1200両、 B. 約2700両、 C. 約3500両。5、4、3、2、1。答えは B の約2700両でした。東京メトロでは現在2750両の車両を保有しており、これは日本の私鉄の中で最多の保有数となります。全部の車両が活躍しているわけではありませんが、2000を超える多くの車両が東京の地下を走っているのは確かです。5問目、東京メトロで自動改札の本格導入が始まったのはいつ？ A. 1980年、 B. 1990年、 C. 2000年。 5、4、3、2、1。 答えは B の1990年でした。1927年に現在の東京メトロ銀座線が開業した時は均一運賃だったため、実線効果を投入して回転歴を回す形のターンスタイルの改札機が設置されていましたが、1931年に均一運賃が廃止されたと同時に自動改札も廃止されました。そこから約60年間自動改札がない時代がありました。6問目、東京メトロを運営する会社の正式名称は何？ A. 東京地下鉄株式会社、 B. 東京メトロ株式会社、C. 帝都高速鉄道株式会社。5、4、3、2、1。答えは A の東京地下鉄株式会社でした。もともとは日本政府と東京都が出資する帝都高速度交通営団が運営していましたが、2004年に特殊会社化する方針が閣僚で決定され、現在の東京地下鉄株式会社になりました。ちなみに東京メトロという名前は愛称です。7問目、
東京メトロの路線が走っていない区はどこ？ A. 世田谷区 B. 品川区 C. 中央区5、4、3、2、1。答えは A の世田谷区でした。東京メトロは東京23区内を蜘蛛の巣のように路線を張り巡らせているように見えますが、実は世田谷区には駅はもちろん路線もありません。その他、大田区、葛飾区にも東京メトロの路線がなく、世田谷区と葛飾区は東京を走るもう一つの地下鉄、都営地下鉄も走っていません。8問目。東京メトロでパンタグラフがない路線は何線？ A. 副都心線 B. 半蔵門線 C. 丸の内線。5、4、3、2、1。答えは C の丸の内線でした。東京メトロ丸の内線ではパンタグラフから電力を受け取る架空電車線方式ではなく、第3のレールから電力を受け取る第3基準方式が採用されているため、パンタグラフが存在しません。これはトンネルを少しでも小さくすることで走行費の削減につながるため、第3基準方式が採用されたと言われています。他社線と直通しない銀座線でも同じく第3基準方式が使われています。以上、8問の東京メトロクイズ。皆さんは何問正解できましたか？もしよろしければ、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。